別にないよ、母さん。欲しいものは手に入った。気に入ってるようだな。なぜそんなに驚く？そのノートの落とし主、死神のリュークだ。さっきの様子だと、もうそれがただのノートじゃないって分かってるだろ。驚いてないね、リュウク。いや、待ってたよ、リュウク。ほう？僕はすでに死神のノートを現実だと疑ってなかったが、こうしていろんなことを直視することでますます確信を持って行動できる。なるほどな。お前には驚かされるぜ。過去にデスノートが人間界に出回った話は俺も何度か聞いたことがあったが、たった5日でここまでやったのはお前が初めてだ。波じゃビビってここまで書けない。書くことができてるよ、リュウク。僕は死神のノートを分かっていて使った。そして死神が来た。僕はどうなる？魂を取られるのか。なんだそれ。人間の作った勝手なイメージか。俺はお前に何もしない。人間界の地に着いた時点で元は人間界のものになる。つまりそいつはもうお前のものだ。僕のもの？いらなきゃ他の人間に回せ。この時はお前のデスノートに関する記憶だけ消させてもらう。じゃあ本当にデスノートを使った代償って何もないんだ。強いて言えば、このノートを使った人間にしか訪れない苦悩や恐怖。そしてお前が死んだ時、俺がお前の名前を俺のノートに書くことになる。デスノートを使った人間が天国や地獄に行けると思うな。それだけだ。死んでからのお楽しみだ。あっ！